皆さんおはようございます。質問をいたしまして大変失礼いたしました。ゴールデンウィーク中にですね、実はアメリカを訪問させていただいておりまして、政府 CIO をはじめとした政府関係者、またセールスフォースなどの ICT 関連企業と、サイバーセキュリティ、プライバシー、オープンデータなど様々な分野について意見交換をさせていただきました。官民ともにですね、既存の考え方に固執するのではなくて、競争を重視してシステムなどでもどんどん良いものを取り入れていくという点を強く感じてまいりました。例えばこの ICT 行動作りの推進にあたって重要な鍵となるデータの利活用、こういう観点ではですね、データを完全にオープンにすることでイノベーションの創出や、無駄の削減が可能になるという考えのもとで、データは完全にオープンであっているという指摘がございました。今日は前回引き続きアウトプットを取りまとめに向けた議論を行うと聞いていますけれども、ぜひとも成長力の強化になる、刺激的で強力な、内容になることを